さあそれでは参りましょう。第7試合、先攻がシャチ、後攻がナノフル、 DJ はパスタ、レディーファイ。先攻だろうが高校だろうが、打ち上げて帰るのが大前提。いえ、間違いなくマイク関係ねえ。だからこそ俺ならば最前線立ってきてる。俺たちはからわからわ、大きな輪広げてきた。いえ、この先なら何個フラッグだって、ライブスキルフロー全て最高クラスだ。いや、俺に言ってるようで何も言ってないな。聞き耳立てな、ちゃんと聞いてるかオーディエンスのみんな。はまあ君に言うことは別にないんだけれども、まあ見るからに花がない、さよならなさい。いえ、花がねえならば優勝してもたらしてもらうのみだぜ。いえ、俺に花がねえ、でもマイク一本は離さねえ。これがやり方だ、わかるかな、この音の乗せ方がまず違うから。この空先にあるのは扉、ネクストステージに大きな。いえ、マイク一本離さないのは当たり前じゃない、ステージ上。誰も分かってないようならお前だけでも分からしてやるよ。俺の声響いてる、まずはちゃんと言葉の挨拶。適当じゃなくここは適当で行こうか、俺なりのフローだ。スタープ。これも面白いバトルでした。ごめんね、聞かせてください。お前言うことないんやけどさあ聞かせてください。先攻シャチ、後攻ナノフル、オーディエンスはまず先攻シャチ。それでは先生方お願いします。ジャッジ、青三本勝者、先攻シャチ、ナノフルにも大きな大きな拍手を。ありがとうございました。